北大阪急行電鉄8000系電車は北大阪急行電鉄の通勤系電車である北極性を意味するポールスターの愛称がある1987年に鉄道ともの回路レル賞を受賞した1986年から車両冷房化と開業当初からの2000系を機械のために製造された同年に製造された編成は8両編成だったが 1987年に8100型を新造、組み込みし給料編成化され、同年以降製造の編成も最初から給料編成で、落成した。1993年4月までに給料編成7本が、揃って2000系の置き換えを完了した。1995年から1996年にかけて、自社線及び相互乗り入れ先である、未動筋線の重量化に伴い、 8600系7両が新規製造され、従来の8600型は8500型に改版された。北大阪急行電鉄南北線と、相互乗り入れ先の大阪市高速電気、軌道未動筋線で運用される。本形式は、窓配置や寸法などが、相互乗り入れ先である大阪市交通局の使用に準じているが、それ以外は、親会社である。 阪急電鉄の車両に準じた仕様で、同じく阪急電鉄の子会社であったアルナ工機で設計、製造された。このため、アルミ製ヨロイドを日よけとする一枚加工窓を採用しているほか、アルミ車体に塗装を施すという点でも、阪急車両と共通する。また、それまでの車両では、車両前面、運転台の上に設置されていた列車無線アンテナが先頭車の鉱物場面に、 映されており、すっきりとした全面デザインとなっている。また、第三機上方式の車両としては珍しく、全面連結機周囲には、配照機が装備されている。車体塗装は、半球6000系統の上部に塗装されている、アイボリーをベースに、乗り入れ先のミドース事前に準じたカラーの赤と、親会社の半球電鉄の系列カラーであるマルーンの2色の帯を上下に巻いている。 主回路制御装置には、東芝製の GTO サイリスタ素子仕様の VVVF インバータ制御を採用した。回生ブレーキを装備するが、回生執行速度が高いのが特徴である。主電動機は三小誘導電動機の C-312 を搭載し、一台の主制御機でこの電動機を4機制御する 1C4M 方式となっている。 当時の車両としては珍しく運転台の速度計や電圧計、電流計などがデジタル表示とされた。台車は住友金属工業製の SU 民連式ボルスタレス台車を装着する。内装は木目印刷を施した化粧版ゴールデンオリーブ色の座席となっており、こちらも阪急電鉄の車両と同仕様である。そして車両間の貫通扉は 当時の通勤系車両としては珍しく自動ドアを採用したことが特徴となっている。また、車体両端の冷房装置搭載部を除くと、屋根が車両限界いっぱいまで高められており、地下鉄用車両としては高い天井と開放感のある広い室内を実現している。ドアチャイムは手動で客用ドアの開閉前に車掌がボタンを押すことにより、明動する仕組みとなっている。 基本的に自社船内のみの使用であるが、未動筋船内でも使用される場合がある。地里中央に向かって、左側扉では2点和音のチャイムが、右側の扉では3点和音のチャイムが鳴る。導入時から2009年頃までは、扉の向きに関係なく1点和音もしくは3点和音のチャイムに統一していたが、8006回については、ドアチャイム自動化の際に、現在の方式になった。 1989年に製造された8005回から方向幕に英文が入り、後に8004回以前の編成についても交換された。1993年10月より自社船内で8トラックテープによる車内自動放送が実施されることになり、再生装置が設置された。車内自動放送の日本語音声は周平真由美が担当している。 8006階に取り付けられている LED 案内表示器30周年ヘッドマーク貼り付け社2002年11月には8006階に LED 式車内案内表示装置の設置とドアチャイムの自動化改造が行われた2006年3月には8006階の全車両の2番ドアと3番ドアの間の座席に NTT ドコモのキャラクタードコモだけが描かれた座席広告が登場し 同年3月31日まで、この仕様で運行された。同年7月1日には営業運転開始から20周年を迎え、同年6月中旬から7月下旬まで、非常貫通扉上に記念ステッカーが掲出された。2010年2月には、2月24日で開業を40周年を迎えることを記念し、沿線にある、新田、東、泉ヶ丘、桃山台、 寺内の各小学校の児童絵画展及び来た大阪急行沿線の40年前と現在の様子を比較できる写真展が開催されていた。2013年3月27日から一部編成の車内照明が LED に変更されている。2016年7月1日には8000型がデビュー30周年を迎えた記念に、 ポルストルサーティースアニバーサリーデザインのヘッドマークと、車内吊り革シールが、同月時点で残っている4編成のうち、掲出当時定期検査中の80003回を除く3、編成に掲出された。その他、落成時点からの変化には、前述したドアチャイムの変更、1993年から1995年に、かけての車椅子スペースの設置、座席モケットのオレンジ色から、 ゴールデンオリーブ色への変更、軌道加速度の大阪市車両と同等への向上がある。発生3階が全消灯の白色 LED への交換、一部の床下機器や各種運転台機器の更新を受け、2012年9月14日に日中種運転を行い、同年11月に営業運転に復帰した。この更新工事では、 車内の更新はほとんど行われていないが、同編成は西日本の車両で初めて車両に搭載される照明が 100%LED 化された。2014年8月には8007回が8003回とほぼ同様の内容の更新工事を施行された。この編成では運転台のメーターがアナログ式に変更されているほか、車外スピーカーが設置されている。一方で、 9000経営分用の本格化に伴い、同月には8002回が、2015年2月には8004回が廃車となった。2015年6月には8006回が8007回と同様の更新工事を施行された。ただし、8006回は改造前から全商灯が LED に更新されていた。また、8006回の車内案内表示装置は、 更新工事後も変化はない。2016年3月には8001回が廃車となり、続いて2018年1月に8005回が廃車となったことで、GTOVVF v, v, v のままの未更新車は全車廃車となった。2018年には8007回の内装をリニューアルする改造が行われ、すべての座席、化粧板を交換し、急線型に準じた内装へと変更された。 2018年4月現在、重量編成3本が在籍しており、これらの編成は、イベット VVVF に更新されている。2019年12月3日、8006回が内装更新と前面、側面の行き先表示器の方向膜から、フルカラー LEDA の更新を施行された。2020年3月27日、8007回が前面、 側面の行き先表示器の方向膜から、フルカラー l e d への更新、ドアチャイムの自動化改造を施行された。ありがとうございます。